Okay? ジェッケン45番、樋口隼人、いいスタートを切って、ファーストセクションを少しリアタイヤをバックサイド側にヒットさせながらも、しっかりその直後を吸収して、次のペダリングで加速していきながら、樋口隼人、第1コーナー内側で7台、第2コーナーをファーセルビネック、その1番、ライダーを狙っていこうと、2番手に入っているのはジェッケン37番、三沢修、西田幸太が3番手、それを動いていく。その中逃げ切るのは樋口隼人なんだろうか。最終コーナー樋口隼人、しっかりと後方のライダーを従いながらゲームセクション、今池口隼人1番手5ライド通過してきた。2番手がかなり見よう。37番の三沢修が入ったでしょうか。三沢修